キハ658001、フレアイ号キハ588002、フレアイ号フレアイ号は、九州旅客鉄道が1988年から1994年まで、保有していた、鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。北九州地区向けにキハ58系機動車、キハ65系機動車、各一両を、小倉工場で改造した。 以下の二両編成で構成される。車両番号の横のうちは、旧車両番号。二両とも、普通車扱いである。キハ58型では、前くらいの出入り口扉と、戸袋窓を塞ぎ、出入り口は、後くらいの一箇所のみとしている。キハ65型では、前くらいの出入り口扉を、業務用に改造しており、デッキ部分のステップをなくし、 扉の下部の位置が従来より切り上げられている。このため乗客用の出入り口はキハ58型と同様、後くらいの1箇所のみである。2両とも、客室窓は上部の約4分の1が加工する上段加工、下段固定窓に改造され、窓面積は従来より縮小されている。全面の改造は、図色変更のほか 貫通ホロのホロワークを撤去した程度である。側面の車体塗装は白地に、クリーム色、黄色、オレンジ色、ピンク色、赤色、青色、水色、緑色の風にマウ葉の模様を散りばめた塗装で、北九州を吹き抜ける、爽やかな風をイメージしたものである。全面塗装は白地に、灰色のストライプを5本入れた塗装である。前面と側面に、ロゴが入っている。 和洋折衷構造のサロン風の構成となっている。客室では床を従来より200ミリメートル重上げして、全面絨毯磁器とし、その上にソファを窓側に向けて、向かい合わせに配置し、ソファの間にテーブルを設置している。側面の通路部分の床は跳ね上げ式となっている。倉庫の化粧板は木目板となっており、窓には従来のロールアップカーテンに変わり、 横引式の障子が設置された。客室と運転室の仕切り部分にビデオカラオケ装置を設置し、客室の前後端にはモニターテレビを設置している。モニターテレビビデオカラオケ装置は使用しない時に、障子で隠すことができる。運転室の構造は従来通りであるため、全面展望は不可能であるが、運転室にビデオカメラを新設し、 客室のモニターテレビに全面の風景を映し出すことができる。天井には従来の蛍光灯に代わり、冷風吹き出口の間に和風の照明を設置し、室内中央部の天井にはシャンデリアを設置している。便所、洗面所は改造前と同様、キハ58型に設けられている。便所は様式に改められ、別に男子用証便所が新設された。 台車、走行機器は変更されておらず、キハ58-8002が、従来の DT22 新型台車及び、DMH17-1 エンジン、キハ65-8001が DT39 系、TR218 系台車、DML30HSD エンジンのままである。冷房装置も従来の AU13。 A 型分散式冷房装置のままで、冷房電源もキハ 65K の4、VK 発電用エンジン DM83、型発電機をそのまま使用している。1988年10月28日付で、落成し、農型機動車区に配置された。同年11月1日から、営業運行を開始し、主に、築法、北九州発着の団体臨時列車に用いられた。 また JR 九州のキハ40型と挟む形で JR 四国から購入したキハ6 5系の改装にも用いられた。JR 九州のジョイフルトレイン整理のため1994年6月に廃車となった。ありがとうございます。